北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。さて始まりました、この番組北野しおりのリアルドライは、人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんと私、女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレという見た目、いわゆる視覚に訴えていくものをあえてラジオという皆さんのお耳、聴覚に訴えていこうという企画された番組です。まだ番組が始まって2回目ということで、我々ね2人とも、緊張しておりますが、それではね、まずはじめに私たち2人の自己紹介をさせていただきたいと思います。皆さん改めまして、北野しおりです。千葉県出身で、現在は服飾の学校で勉強しながら、セリナという名前でコスプレイヤーとして活動しています。普段はゲームのキャラクターのコスプレをすることが多いんですが、その写真はツイッターに載せているので、皆さんよかったらアットマーク SHIORIN523 で検索していただけたら嬉しいです。まだまだ慣れないところがありますが、今日もよろしくお願いいたします。皆さん、佐藤美久です。普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2、第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組でお話しさせていただいたり、しおりちゃんのレベルとは全く違うんですが、ネット放送でピンクのウィッグに青の丸眼鏡でカタカナ佐藤美とに扮してゲーム配信番組も毎月第1、第3金曜日夜11時から担当させていただいております。私の、情報は公式ブログやツイッターなどをチェックしてみてください。まあ、こんな2人が、この番組を通して、コスプレはもちろんのこと、いろんなジャンルにリアルに、そしてドライにチャレンジしていきたいと思っております。どうか皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。それではまず最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。このコーナーは毎月東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについて、リサーチャーさんの独断と偏見による情報もフォローしていくというコーナーです。それではですね、一個ずつご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、まずは12月9日日曜日にですね、東京ドームシティコスプレフェスタ TDC あります。そして12月15日土曜日、12月16日日曜日が、アコスタアット埼玉スーパーアリーナトイロというところと、12月16日日曜日、新宿ココフリアットキリストンカフェ東京、そして、12月29日土曜日、12月30日日曜日、12月31日月曜日、国際展示場コミックマーケット95、はい、こちらのイベントは12月の目玉と言ってもいいと思います。そうですね、なんか1年間の締めくくりイベントみたいな。そうですね、こう夏と冬に開催されていまして、いわゆるオタクの方の祭典で、コミックマーケット内でコスプレをすることも可能です。ただ本当に参加する人が多く、まともに移動できないほどの大混雑が予想されますので、確かに、はい、スケジュールや体調には余裕を持ってご参加いただければなと思います。しおりちゃん、なんかコミケについてこうありますか？なんだろう、なんか本当に1年間のコスプレとかアニメオタク文化の、なんて言うんだろう、まとめ、みんなそれに向かって、まとめね、はいはいはい、いろいろ準備もしたり、同人作家さんも準備したり、企業の人も、なんだろう、まあ今年1年間こういうこのコンテンツはこんな感じでやってましたっていう発表する場だから、しかも年末って大体みんなお休みだから、夏のお盆休みのイベントよりも参加する人は必然的に多くなるかなって感じです。私まだ一回もね行ったことないんですけど。そうなんだ。夏の方がね過ごしやすいしいいと思う。ああそうね。夏はねちょっと蒸すし、なんかちょっと治安が悪い。治安が悪い。汗の匂いとか。ああそういう意味でね。そう治安悪いから、はい、冬の方がやっぱ楽しみだなって感じがします。はい。で、12月29日土曜日、30日日曜日、31日月曜日、コミケと同じ日ですね、隣で、コスプレ博 in TFT
という、今ご説明させていただいたコミケに対して本格的にコスプレだけを楽しみたいという方にはこちらがおすすめだそうです。コミケと同じ日程ですので、すぐ近くの会場で開催されておりますので、ぜひ行っていただければなと思います。追加情報として、先月も申し上げましたが、他にも小規模なものを合わせますと各土日に5個から10個くらい開催されているようなのですが、まあ、そういったものは仲間内で約束していくことが多かったり、単独カメラマンの参加が不可だったり、人気企画で予約争奪戦みたいになっていたりするため、煩雑になってしまうかと思い、まさに独断と偏見で、割愛させていただいております。また12月はクリスマスやイルミネーションがテーマの、イベントが多くあります。ただ冬のコスプレ、特に屋外のイベントに参加する際はですね、防寒対策をしっかりとして風邪などひかないようにご注意ください。今回ご紹介させていただきました個々のイベントにつきましては、おのおのホームページなどございますので、そちらを参考していただければなと思います。以上です。しおりちゃん、先月もねお伝えしましたけども、こういったイベントにこう初めてね参加する際のこうなんかワンポイントアドバイスみたいなありますか？やっぱりなんか冬場、なんで防寒対策本当にちゃんとした方がいいと思います。 なんかコスプレカメラマンさんは、まあ、全然厚着できるんだけど、このレイヤーさんは、はい、衣装とかあるから、防寒対策もちょっと限界あるから、見えないところに北海道貼ったりとか、ぜひあったかくして参加しましょう。はい、ということで皆さん注意して、体調をね管理しっかりしていただければなと思います。以上イベントオブマンスリーのコーナーでした。続いてのコーナーはレイヤーの楽屋覗いてみたってよのコーナー。イエーイ。人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんが普段体験したり見聞きしているいわゆるレイヤーさんの楽屋での様子や苦労、困ったイベント参加者などの実態について夢を売る世界の現実に現実について実話を交えて、まさにドライに説明していくというコーナーです。今回も リアルなレイヤーさんの楽屋での一コマについていろいろお伺いしていこうかなと思いますので、しおりちゃんよろしくお願いします。お願いします。ではですね、前回、しおりちゃんに教えていただいた通りに、まずはイベントの、楽屋に限定していろいろお話しさせていただきたいと思いますので、バッサリリアルな回答や説明をお願いしたいと思います。ではですね、まあ、前回もねちょっとお話しさせていただいた中で、結構こうたくさんの衣装を持ってくる人はあんまりいないっていうことだったんだけれども、着替えっていうのは一人でやるものなの？まあ、基本的には一人かな。なんか一緒に行く人に手伝ってもらったりとか、後ろファスナー閉めてとかはあるけど、まあ、やっぱ着るのは自分だから、基本的には一人、まあ、たまに、なんだろう、お手伝いさんいる人もお手伝いさん、お手伝いさん、お手伝いさん、それはお手伝いさんって呼ばれてる人なの？なんだろう、人によって呼び方決まってるとかわかんないけど、まあ、月人って言い方したりするのかな。月人、月人すごい今ワードがびっくりしちゃいました。初めて聞いた月人ね。そんなに、いやびっくりびっくり。その、いやすごい気になるんだけど、月人を、こう連れてくる、この、まあ、レイヤーさんの、どれぐらいいるの？なんか全然いないけど、例えばなんか衣装大変な人とか有名なコスプレイヤーさんとかは、まあ荷物持ち、ちょっとパシリみたいな言い方になっちゃうけど、まあ荷物は持ってくれるというね。荷物持ったり、そうなんか長い衣装の裾を持ったりとか、ドレスとか、そういうものかな。そうそういうのを手助けっていうのかな。まあなんか100人レイヤーさんいるうちで2人ぐらいは付き人付きで来ることも多いんじゃないかな。そんなにいない。あ、たまにいる。微妙なライン。なるほどね。でその、まあ、付き人を、の方を一緒にね、来る場合って、もちろん前回ね教えてもらったイベント参加料っていうのは、折半かなんか。いや、完全にレイヤーさんの都合で連れてきてるから、まあ、出すと思う。あ、レイヤーさんが？レイヤーさんが出すと思う。あ、そうなんだ。じゃないと誰も来ないっしょ。なるほどね。なんか見たさ、こう付き人の人も例えばこう、アニメが好きだったりしたら、いや俺出すよとか、私出すよっていうのはあるのかな。
まああると思う。でも完全になんか個人間のやり取りだから、その決まったルールとかないけど、やっぱ気持ちとして自分の手伝いしてもらってるんだしって出す人が多いと思う。あ、そうなんだ。そうそうそう、人間関係として、レイヤーさん持ちが結構多い多いかも。あー、なるほどね。まあちょっと楽屋からね、ちょっと外れた質問になっちゃうんだけれども、うん、あの結構ね、この付き人システムが結構面白いから聞いていこうかなと思うんだけれども、うん、例えばこう着替え終わって、うん、こうイベントに参加するとき、レイヤーさんがね、うん、参加するときに、その、まあ、付き人さんと言われてる方は、うんうん、どこで 何してるの？え、全然ついてってる。あ、ついてきてるんだ。そうそう、ついて、なんかカメラマンさんとか、人気のコスプレイヤーさんとか、うんうん、なんだろう、まあそのイベントですごい撮りたいって思ってカメラマンさんいっぱい来るコスプレイヤーさん、囲み撮影って言って、うん、いろんなカメラマンさんをさばいたりとか、そういう撮影中のお手伝いとかアシスタント的な役割も担ってると思う。はいはいはい、はい、列整備みたいな。中にはこう例えばこうカフェ行っちゃったりとかはいるの？うん、あ、まあそれもあるんじゃない。ああ、それかもうそのイベントの最中の展示見たりとか。ああ、そうそう、まあ、一人で行動しちゃうっていう、しちゃうっていうかする付き人さんもいらっしゃる。そうそうそう。でも基本的にはそのイベント参加してレイヤーさんについてってると思う。あ、そう、一緒に行動してるから。そうだよね、裾とかね持って行かなきゃいけない。ニコイチ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 2人で一つっていう、ね、そう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 、はい、一緒に移動みたいな。でそのね、まあ、付き人さんが、うん、付き人さんを連れてる、うん、連れてきてるレイヤーさんを、うんうん、こうしおりちゃんとかが見て、うん、とか、まあ、他のねレイヤーさんとか見て、わすごってやっぱり思うの、うん、いや思わないかも。あ、なんかあんまり思わ、そこやっぱドライなんだね。そう、なんかあ、そうなんだぐらい。なんかそんな大したことではないけど、なんかそんなに数は多くないんだけど、うんうんうん、まあ、視界に入ってもそんな気に留めない、そんな大されたことではないかなって思うから、あ、そうなんだみたいな、お手伝いしてくれる人いるんだ、いいなぐらい。あ、いい、あ、便利っていうか、あの、なんだ、便利、すごいちょっと悪い言い方になっちゃったけど、すごい楽だろうな一日。あ、なるほどね、快適に過ごせるだろうなみたいな。あ、そうかそうか、そうか、本来大体の人は一人でね行動するからね。そうそうそう、大体一人、大体一人よ。そうか、じゃあその、うん、まあ、もしね、うんうん、まあ、私クラスの、まあ、女優さんとかが、うん、その付き人、うん、の人を連れてきたら、もう結構事件以外の何物でもないから、そうなんだ、うん、あいつ付き人いんぞみたいな、そうそう、もう本当に事件になるかも、うん、なるね、うん、オシャレのメイクさんが結構限界で、うん、オシャレのスタイリストさんついてきたら、うん、それはもうトップ中のトップ。そうなんだ、うん、まあ結構憧れだね、私からすると。女優さんはそういう感じなんだ、うん、で付き人はまあそのまた上になるから、うん、別だから、そのオフィシャルのメイクさんとは、はい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 、まあ、付き人ってなるとまたその上の方々になるんで、やっぱ事件だね。へえ、結構ちょっと熱くなっちゃうけど大丈夫でちょっとね話を戻します。違う世界の話聞かせた、はい、話でもね、ちょっと戻しますけれども、うん、まあ、そもそもこうどういった、まあ、レイヤーさん、まあ、多分裾が長いとかそういうのもあったと思うんだけども、うんうん、付き人さんってつくの、その裾を持ったりとか以外で、え、なんだろう、なんかやっぱカメラマンさんに大勢に囲まれる、撮影の列が絶えない、さっきのさばきっていう、そう、人気の人とかはやっぱ一人でいるとキリないから、なるほどね、そういう人必要になっちゃう結局。はい次、はい次、なんかこ う, そ う, そ う, そうアイドルの握手会みたいな、そうそうそう、スタッフみたいな感じも兼ねてるから。なるほどね、うん、そっか、誰にも撮影されない人には付き人つかない気がする。あ、いらないもん。あ、いらいらない、なんか別に撮影されないからさはいはいはい、そうそうそう、そっか、撮影メインになってくるとやっぱ必要かなってなるかも、そのイベントでの行動が交流だけじゃなくって、あ、まあそう、そ人に撮ってもらうことがメインになるとやっぱ必要かなってなるかも。しゅりちゃん見たことあります、付き人さんを連れてる、あるかな、おー、うん、やっぱり、わ、友達が付き人してたよ。おー、すごいすごいあ、そうなんだ。そう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 、それやっぱ衣装が大変だからっていうのがやっぱり、衣装も大変、衣装の着替えとかもだし、やっぱその撮影の列、さばきがやっぱメインかな。そうなんだ、
まあ、衣装ももちろん大事だと。じゃあ、まあ、その付き人さんを、うん、例えばあのわこれあのいなきゃダメだなとかこう必要だなって思うのはどのタイミングで気がつくの？うん、でもやっぱその撮影の時もそうだし、うんうん、衣装とか衣装がすごくて武器もあるとかだと本当に身動き取れないから あのまず人混みを歩くのが大変。ああそっか、人かき分ける役目もやっぱ必要ってなっちゃう。なるほどね。もう本当に、まあ、付き人っていうかもう、こうスタッフさんにやっぱ付きっきりのスタッフさんみたいな感じがやっぱ強いのかな。そんな感じ、そんな感じ。でも結構しおりちゃんのなんかやってるコスプレとかは結構武器とかでっかいのも結構持ってるけど、持ってる持ってる。大変じゃない？大変だね。結構一人でゴロゴロこうやってキャリーケースとか持って、そう安全ピンとかでなんか裾とか止めながら汚れないように付き人がいない分。ああなるほどね。セルフ付き人みたいななんか自分で頑張る。なるほど、ね、そうそう。でその、まあ、付き人っていうのは、うん、どう頼むの？例えばこうなんだろう、友達って言っても例えば、まあ、その友達がレイヤーさんとかだったら、うん、あの自分も参加したいっていうなると思うんだけ ど、うんうん、どう誰に頼むの？友達、レイヤー同士のお友達、まずその日別にコスプレしないからいいよとか、うん、なるほどね。まあ、オタクの友達とか、あそのアニメオタクとかそういうオタクの友達にちょっとこの日行けないっていう、コスプレしないけどコスプレイヤーが好きな人も人間もいるから、女の子とかでそういう人に頼む。やっぱ基本的に同性、あ更衣室入れないから。そっか。例えば、うん、初対面で例えばツイッターとか、うん、まあ、危ないけど、うん、あのでやってくれる人いませんかみたいなの言ってる人がいるの？あーなんかイベントのその付きっきりのそういうスタッフ的な役割はいないかも。あーなるほどね。もうずっと一緒にいるわけだから、それなりに気心を知れた人じゃないと、うんうんうん、あーそっか、ちょっと辛いかも。なるほどね。そう、うんうん、でそのさ付き人さんは、うん、例えばこうギャラっていうのかな、うん、とか、まあ、移動費交通費とか、うん、例えばお昼代っていうのはどこまで出すの？でもそれ結局ね、その、うん、レイヤーさんの気持ちなんだよね。別に仕事でコスプレしてるわけじゃないから、その人のまあ力量じゃないけど、そうそう、うん、まあ、今日本当付き合ってくれてありがとう、ご飯おごるねとかもあるかもしれないし、なんか決まりとか暗黙のルールってほどルールないかも、そこに関しては。もうその人の加減、そうそう、し2人の関係性にもよるじゃん。あーなるほどね。めっちゃ仲良かったら別にだし、うん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 、うん、いつもお世話になってるからとかだったら別にタダでやるかもしれないし、うんうん、はいはいはい、そうなんだ、うん、まあジュースぐらいおごるんじゃないかな、最低でも。最低でもジュースぐらいわかんないけど、私はそう思うあーなるほどね。あーそっか。であんまりこうギャラとかは、うん、ギャラっていうもの、ギャラではないかも。あーそっか。もうただ本当にあのお疲れ様でしたっていう意味でご飯おごって、そう、あとギャラ、お金のやり取り、友人同士のお金やり取り、ちょっと生々しくない？そうだね、確かにね、うん、だったらスタバカードぐらいじゃない？あー現金とかでも、なるほどね、そう、 iTunes カードとか Amazon ギフトカードとか、うん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 、現金渡すよりも、うんうんうん、そうね、例えばその、まあね、衣装が大変っていうのね、うんうん、話あったけど、うん、その付き人さんは、うん、家まで来てくれたりとかはするの？いやそれはないんじゃないかな。あーそうなんだ。会場で合流して、じゃあ会場までは一人で持ってって、 そうそう、そっか、会場着いたらじゃあお願いします。そう、なんか衣装が大変っていうのはその着た状態が大変ってだけで、うんうん、別に運搬ははいはいはい、まあ普通にできるレベルか。あそうなんだ、ね、そう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 、しできるレベルじゃないとあのイベント行けないと思う。あーそうそうか、そうだよね、途中まで一人で持っていけない以上の量だったらもうちょっと考えた方がいいよってことだね。更衣室もスペース限られてるし、はい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 、あんまりそんななんかトラックでとか二人がかりで運ばないととかな衣装はスタジオとかでしかやらないんじゃないかな。あなるほどね、イベントにはちょっと厳しいかも。ああ、まあそのまあ、着替えとか、うん、まあ、そういうプランとかを、うん、例えばここを手伝ってほしいっていうのは、うん、いつ言う？え、どういうこと、どういうこと、約束する？あそうそう、例えばなんだろう、うん、ドレスとかで後ろのホックができないとか、うんうん、そういうなんか、衣装がこうだからっていうのを、うん、どの時点で伝えるの？
いや普通に着替え途中じゃない、もうその場で当日その場でここちょっとここやってみたいな。そうそうそう。あなるほどね、うん、あんま事前には言わない。うん、なんか特別な道具が必要とかじゃないから着替えるのに。はい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 、はい、着替えの解除が必要なだけだから、事前には言わないかも。言う、まあ、日常会話レベルで言うかもしれないけど、はいはいはい、今回このイベントでこれ手伝ってほしいって詳細には言わないかも。はあ、なるほど、ね、ちょっと手伝ってほしいな今日ぐらいのテンションじゃない。まあ、今回ね、まあ、付き人っていうね、うん、新しいワードですよ皆さん。まあね、あのいろいろあのお話ねしていただきました。本当にもう毎回、うん、毎回というか、まあ、2回目だけど2回目だ、あの本当に毎回毎回、うん、勉強になります。ありがとう、うん、初めて聞きました付き人ということを。はい、で皆さん本当にいかがだったでしょうか。このコーナー、そして、先ほどのイベントオブマンスリーの情報も参考にしていただきながら、ぜひ一度まずはイベントに参加してみてはいかがでしょうか。続いてのコーナーは今月のおまけのコーナー。改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて続いてのコーナーは今月のおまけ。私たちが大好きなアニメや漫画などには本当に多くの特典というかノベリティグッズ、いわゆるおまけがついてくるケースが多いと思います。それらいろいろな新刊の本や DVD 写真集などにありがたいことにファンとしては垂涎のおまけについて完全独断による一押しの一品をご紹介させていただくコーナーです。今回ご紹介するのはテレビアニメ抱かれたい男1位に脅されていますかけるアニメイト池袋キッチンカーにて通称抱かいちアニメ化記念コラボカフェです。はい、この、抱かれたい男1位に脅されています抱かいちは私の好きな BL ボーイズラブの漫画です。私個人的な趣味ではなくこの取材のために行ってまいりました。アニメイト池袋本店さんの入り口前にありますキッチンカー、ここには限定の抱かれたい男1位に脅されていますをイメージしたコラボドリンクが6種類も。私は何なんだこいつの天使力、抱かれたい男1位のパタパタドリンクを注文しました。メロンソーダの上に、白チョコ、ホワイトチョコの羽チョコ、ホイップクリーム、ミントタブレットがあり、スースーしたスッキリドリンクでした。そしてドリンクメニューを注文した方にですね、特典として限定オリジナルコースター全8種をランダムに1つもらえるんです。私はあくまで取材のために行っているんで、あくまでクールにね、まあやはり番組のタイトルにあるように、リアルも大事だなと思い直し、私が一番好きな西条貴人のコースターをですねゲットいたしました。はい、よかったです。ランダムなのにこの引きはすごいって思いましたし、運命に感謝だなと思います。私の BL 愛はリアルに溢れつつ、ドライはどこに行ったんだと思いながら、とても楽しい取材でした。さてそんな私のような BL 愛に溢れる皆さんに、お知らせです。11月8日からアニメイトカフェ池袋キッチンカグラッテ岡山吉祥寺京都コミコミスタジオ町田にてコラボレーション期間、開催期間中お会計2000円税込みごとに11月11日に誕生日を迎える東谷純太バースデーブロマイド、東谷っていうの東に谷と書いて、西水に、進むの信用がないに、太いだから東谷純太の、バースデーブロマイドが1枚もらえます。ただ枚数に限りがあるようなので皆さんお早めにゲットしていただけたらなと思います。コラボレーション、開催期間は2018年11月18日までです。どなたでもご利用いただけますのでぜひお足を運んでください。今回はあくまで取材だったんで期間中、まあ、プライベートでゲットできたら嬉しいと思っている佐藤美久、以上今月のおまけのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングに近づいてまいりました。早い。はい、北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。とりあえずお聞きいただける皆さんにこんな感じでガールズトーク的にコスプレイヤーさんの世界をいろいろな観点からご紹介していきたいと思っております。ということでしおりちゃん、今回のラジオ2回目の体験はいかがでしたか。なんだろう、なんか2回目だからもうちょっと慣れるかなって思ったんですけど、はいはいはい、めっちゃ慣れたって感じではなかった。あ、そう。まだなんかふわふわしてる感じがしました。そうなのね、うん、
なんかあの聞くところによると2回目じゃないということで。あ、そうなんですよ。で、初めの2分ね。そうなんです、はい、ぜひですね、皆さんあのゲストで出たので聞いてほしいです。ですので、ぜひ11月19日、夜7時からぜひお聞きいただければなと思います。ありがとう、はい、我々2人の活動は、ツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組をお聞きの皆様のご感想ご意見もどんどんお待ちしておりますので、こちらのメールまで、アドレスまでメールお願いいたします。メールアドレス info@blus-vox.com info@blus-vox.com 北野しおりのリアルドライまで。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。